どうも、ショーウィンズに太陽です。どうもありがとう。というわけで今日は苦手なものに体を張ってチャレンジということで、こちらのチーズを食べてみたいと思います。僕はチーズが嫌いです。もはや30年ぐらいは食べていないだろうか。一度食った時からあの匂いが忘れられない。無理なんだ。だがしかし、今日は体を張ってチャレンジということで、もう逃げないぞ。俺はチーズの壁を越えてみせる。行ってみましょう。ここから剥がしてくださいと書いてある。うるせえ、俺に指図すんじゃねえ。ちょっと匂いだけでよ。ダメだ、この匂いやっぱり俺には無理だ。でも今日は逃げないんだ。自分の限界に挑戦し、そしてその限界を超える。食べます。あ、間違えた。食らいます。僕はチーズを食べることを諦めました。チーズは臭いです。どうしても食べられません。嫌なことから逃げてきて生きてゆくことはそんなに悪いことでしょうか。みんなも一度くらいは逃げたことはあるでしょう。だから僕はチーズを二度と食べません。